場内の空気がすっきりと澄み通ってきました。先ほどまではあれほど風雨が強かった、それが嘘のような上空の天候に変わっています。ラブミールック、今ジドが引かれます。ジド、そしてマイネリスペクト、今日はジャスミンと瀬戸のジェントルが引かれています。リワードレブロン、コスモロッキーとバウンサー、シャイニーフェイト、まだ後方で待っています。瀬戸のジェントルがちょっと嫌っていますか。促されて向かいます。さあ金沢からエイ参戦、吉原弘人騎手のコスモロッキーが向かいます。まだ瀬戸のジェントルが収まっていませんか。これを待ちます。瀬戸のジェントル入りかけてまた交代しますが、今度はどうか。体半分入ってまた下がってしまいました。さあ今度はどうでしょうか。もう一度交代。瀬戸のジェントルがなかなか納得しませんか。遠征が続いていた瀬戸のジェントル、さあ促されて今度はどうでしょうか。収まっていってまた下がりますか。後ろっ羽を見せます。さあどうやら収まりますか。コスモロッキーとシャイニーフェイトが向かいます。コーチよさこいナイター、今日のメイン競争は第15回黒潮菊花賞、11番のリワードレインが最後に向かって実頭の枠入り完了です。スタートしました。さあマイネリスペクトが好スタートを見せています。マイネリスペクトを押していきます。コスモロッキー2番手、そのうち瀬戸のジェントル3番手、外からリワードレブロン、バウンサーなどが上がっていって、さらには大外からもう一頭ですがリワードレインなど、先端は固まって1周目3コーナーを目指しています。あとは3、4馬身開きました。中段後方にシャイニーフェイト、その後続きました今日はジャスミンと、そのうち目からジド、最高峰は3馬身差1番のラブミールック、全体は15、6馬身と開き気になってきましたが、このあたりで先端は大混戦、ペースが落ち着いてくるか。1周目4コーナーから直線に向いてくるところでは、前は5頭広がって、さあ600メートルを38秒4で通過しています。マイネリスペクトが先手にこだわりますか。リワードレブロン、リワードレイン、間からバウンサー、その内目に2番の瀬戸のジェントルと先端は混戦です。その後3番コスモロッキーが続いて、シャイニーフェイトがじわっと進出、4番のジドが続きます。あとは後方、今日はジャスミンとラブミールックで残り1000メートルを通過しています。さあ縦長の展開だが、先頭は8番のマイネリスペクト、迷いなく行きます。リードは体半分、外の2番手が6番のリワードレブロン、あとは2馬身差、2番の瀬戸のジェントル、早くも気合をつけて800を切りました。外から10番バウンサー、その直後に3番コスモロッキー上がってくる。さあ動いてきたのは4番のジド、外には7番のシャイニーフェイト、3馬身差11番リワードレイン、後方開いて1番ラブミールック、最後方から今日はジャスミンで600を切りました。ペースが一気に上がっていきます。さあ先頭はこの辺りマイネリスペクト、そして外からリワードレブロン、リワードレブロンが並んでかわす体勢となった。あとは3、4馬身開きますが、3番手の位置からコスモロッキー400を切って、シャイニーフェイトまだ4番手、その候補は大きく開きました。1番のラブミールックが上がってくる第4コーナーのカーブ。さあ先頭に変わったのはこの辺りリワードレブロン、リワードレブロンが先頭、マイネリスペクトが2番手、あとの3番手集団も差を詰めて4コーナーカーブから直線200を切って、先頭は6番のリワードレブロンです。リードは2馬身ぐらい、2番手にマイネリスペクト、あとはコスモロッキーと大外シャイニーフェイト、追い込んでくる100を切りましたが、2番手3頭の混戦からシャイニーフェイトが前に迫ってくるも、先頭はリワードレブロンだ。ゴリ黒潮菊花賞で10勝初制覇は人馬ともリワードレブロンと長森太一、ようやく赤い彗星確定しました。6番のリワードレブロン、先行したマイネリスペクトを徹底マークの体勢から最後抜けています。上がりの800メートル55秒6、600メートルは42秒0です。6番のリワードレブロン、今日はどちらかというと人気数副兵扱いでしたが、猛然と追い込む7番のシャイニーフェイトを振り切って
6番のリバーブレブロン、ジンバともに重賞8制覇。今年の三冠は一つずつ分け合う形です。自力を見せた7番シャイニーフェイト、最後は差を詰めましたが2番手まで。そして吉原博人騎手、コスモロッキーが3番手、4番手に8番のマイネリスペクト敗れています。6番のリバードレブロン、長森太一騎手、重賞発生派の味どんなものでしょうか。表彰式ではその声を聞きましょう。第15回黒潮菊花賞、レース確定までお手元の勝ち馬投票券大切にお持ちください。